6日金曜日、丸の内養成町にある私立養成小学校で、台湾新平市の追願小学校との音楽交流会が行われました。津市と台湾は、これまでも津祭りのよさこいを通じて交流を行っており、その一環として、今回初めて小学校間における音楽交流が実施されることとなり、台湾新平市にある追願小学校の3年生から6年生の児童54名が養成小学校を訪れました。オープニングセレモニーでは、追願小学校の児童が少し緊張しながらも、養成小学校の児童が作るアーチを嬉しそうにくぐり抜け、交流会が始まりました。交流会の中で前橋町は中国語を交えた挨拶を行い、津市からは伊勢木綿のハンカチが贈られ、また追願小学校からは養成小学校に毛筆で書かれた掛け軸などが贈られました。次に養成小学校金管クラブの皆さんによる歓迎の気持ちを込めた演奏が披露されると、追願小音楽隊の代表者からは、私たちは日本語を話せませんが、音楽を通じて互いに交流を行うことで、私たちの祝福の気持ちを伝えたいですと、とても上手な日本語でお礼の言葉が述べられました。その後、金管クラブの演奏に応えるように、追願小音楽隊の皆さんによる力強い演奏や華麗なダンスが披露されると、会場からは大きな拍手が送られていました。この交流事業は7月5日から9日の5日間の日程になっており、他にも市内企業の見学や福祉施設などを訪れ演奏などを披露したということです。